広木隆一は日本の映画監督、脚本家、俳優。福島県郡山市出身。福島県立須賀川高等学校を卒業後、大学進学で上京するが中退。アメリカニューシネマの影響を受けて、アテネフランセの映画技術美学講座で学ぶ。フリーの演出部として、中村源氏監督の一連の作品、超音力絶頂を女た多数に助監督として、携わる。 1982年、ピンク映画、静虐、女を暴くでデビュー。1983から85年に連作された、ゲイポルの映画、僕ら三部作など、独特の空間描写でシティ派の異名を取る。1980年代半ばに、日活系で、ザ・ SM、ザ・セッカンなど、超ハードなドキュメント風 SM をキネコで取り話題を、呼んだ、特命監督。 伊集院強氏の正体であることをインタビューなどで明かしている。1994年、米俳優ロバート・レッドフォードが主催する新人育成の世界的登竜門、三段ンンス映画祭において、奨学金を獲得して渡米。2003年、寺島忍を主役に起用したバイブレータで第25回横浜映画祭で監督賞をはじめご部門。 その他40以上の国際映画祭で数々の賞を受賞した。2015年、処女小説、彼女の人生は間違いじゃない発表。2017年には、滝内久美を主役に起用し、映画化した。近年は、海外での人気が高まり、特集上映が相次いでいる。恋愛映画の名手と称され、とりわけ2010年代以降は、少女漫画原作の恋愛映画を、 次々と手掛けており、三木隆弘、新城武彦と共に、胸キュン映画三巨匠と呼ばれることもある。ありがとうございます。